君と桐生君と先生はわかる。だが、あとの人間は一体。本当ですよ。遊びじゃないんだ。まあまあ、いいじゃないですか。ほら、先生だけだと心配だし。心配って、恵子さんはこれでもプロなんだぞ。これでもだそうです。何がこれでもなのかはわかりませんが、まあ、部外秘というほどでもないし、一般の意見もいいでしょう。ただ、真面目にやってもらいます。はーい。それでは説明しよう。はい、お願いします。話というのは他の、この辺からそれだけな感じでいいですか。はい、お願いします。カナリアの投稿4コマの市場レビュー。ネットで募集したセリフを当てはめて評価するコーナー。はい。今月は、トドロキ先生の番なのだが、その手伝いをしてもらいたい。は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 い、出ましたね。このように、セリフが抜いてある4コマがあります。今回は、その評価を行いたい。何か質問ありますか？はいはーい。カスティス君。これってセリフがあるんですよね。で、それ、僕たちがセリフをね、読んでみるっていうのはどうですかね。あ、いいんじゃないですか。僕も役者ですし。なるほど。オッケー。あ、何ですか？聞いたんですか？キャラが、あ、何ですか？キャラを保とうぜ。あ、キャラですよ、キャラです。レンですよ、レンですが、何か問題が。いや、大丈夫です。よーく見てみたらなんだか私たちにキャラが似てますしね。というか、そっくりだよな。ヒロインのセリフはどうするの？それはレンが読めばいいんじゃないか。それじゃあ面白くないから。いや、女性のセリフなんだからレンが読めばいい。いやいや、それ、面白くないから。はい、リョウが読めばいい。なんでだよ。じゃあリョウで。なんでだよ。それが一番仕事が円滑に進むと思います。台本通り行こうぜ。はい、そうしましょう。そうですね、じゃあ台本通りに行きましょう。そうですね、メインのゲストが相手役を指名するっていうのはどうですか？です、ね、と台本には書いてあります。はい、じゃあそれでいいと思います。それが一番仕事が円滑に進むようにね。はい、面白いですし、そうしましょう。はい、そうしましょうね。はい、そうしましょう、そうしましょう。そうしましょう、はい、ではさっさとやりましょう。さっさと台本に書いてある。はい。まずはこれだ。服部君君からだ。あ、俺か。ちょっと、服部です。よし、待ってたぜ。はい、それじゃあこの流れだと相手役はリョウだ。やっぱり。やっぱり。リョウ来たね。二人とも、モニターが見えるとこ行った。下まで。頼んだぞ。リョウ見える？大丈夫？はい。リョウ子だね、リョウ子だね。うん。行きますよ。ペンネーム、まゆきさんの作品。丸一。それにしても、最近は面白いのがたくさんあるな。丸二。よし、みんなにも教えてやろう。はとりさん。足。はとりさん、何をしてるんですか？いいところに。今ハマってるゲームがたくさんあってさ。ゲーム？喫茶店を経営できる気まぐれストロベリーカフェとか、推理アドベンチャーの霊場探偵、ホストクラブを体験できるラストエスコートなんてもあるんだぜ。まあ他にもいっぱいあるけど、俺は息子を育てる、ビアマイさんがおすすめかな。でももうすぐ新作が出るしな。息子。君はどれがいい？やっぱり新作のビタミン Z？ それともリトルアンカーかな？はてな？喫茶店で推理する息子がホストのゲームって何？以上です。かわいいですね。かわいい。足がかわいい。足もいっかやって足。はっぷるさん。これもうキモい。シルエットとか影だけで見たらもう立派に見えるんですよね。若干間違えると非常口みたいなね。うまい。よく頑張りました。はい、では続いていきます。次はこれだ。おっと、神崎さん。私ですね。うん、それでは相手役は。うまいよ。ああ、いいね。それで、それいいね。それお願いします。それでお願いします。それでぜひ。ぜひ。すごい。これ、今セリフの確認しますから、待ってください。まさか自分があってね。
それではしっかりやってくれたまえ。ペンネームエイミさんの作品。神崎小次郎26歳猫をこよなく愛するクールな敏腕編集者。しかし彼には猫以上に愛するものが。なんだこのネタの猫ネタの原稿は。この内容では全然可愛くないし愛せないじゃないか。もっと猫以上に私が愛しているものがあるだろう。神崎さんが猫以上に愛するものって何なの。もし本物の猫以上に愛するものがあるとしたら、じゃあ私が猫になっちゃえ。にゃんって。なぜバニーちゃんではない。そこ神崎さん、最終的なオチがそこ。バニーちゃんでした。ではいや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 、神崎さんの趣味か感想聞きましょう。感想。そうですよ、感想ですよ。感想、もう一回にゃんてへろとかやってもらっていいですか。あ、ごめんごめん、クラにゃんてへろ。にゃんてへろ、にゃんてへろ。あったね、あったね。じゃあ次行こう。ほらみんな、DVD を買えばもう一回見られる。すごい大人だ。すごい。さすが。それでは次に行きます。次は、次はこれだ。さすがだな。さあ、アイデアをご示してください。アイデア君、難しいよね。じゃあ、誰がいいと思う。え、何オッキーって誰。オッキーさんはいないです。オッキーさんはいないです。いないはずです。あ、いない、はい、いないよね。はい。トドロキ、トドロキ、トドロキ、トドロキでお願いします。はい、わかりました。では、頼みましたよ。ペンネーム、ムッチーさんの作品。綺麗でかっこいい蓮は、女の子はもちろん、男の人にも人気がある。蓮、桐生先輩から蓮に渡してくれって頼まれたんだけど。僕の気持ちです。だって、キリさんは、なんだろう、あんまり喋ったことがないし苦手なんだけどな。いや、うまいんだけどさ、なんかよくわからないよね。ねえ、わかんないの？これは君の瞳にバキュンっていう告白だよ、絶対。キュン！解説ありがとう。でも、わからないままの方が良かった。かわいい。かわいい。かわいくないよ。もう、かわいい。ヒッキー、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 トドロキ先生、トドロキ先生。かわいい。もう一回キャーってやってほしいですね。はい、やだ。やだ、やだ出ました。はい、やだ。ということで、以上です。あの、ちょっと待ってください。ということで、以上です。あの、ちょっと待って、頑張って。あの、僕のはないでしょうか。あれ、小鳥のさえずりが聞こえるな。あ、聞こえる。うわーそれ違うって。なんでなんで巨大化しちゃったの。なんで、小鳥でしょ。それ、シソチョウだね。シソチョウ。久しぶりに聞いた、シソチョウ。それ、そうだね。ジュラ紀から来たんです。ジュラ紀から来た。時代を超えていらっしゃったんですね。ジュラですよ。まあ、じゃあ今の努力に免じて、はい。じゃあ、キリュウ君をやりましょうか。ね。はい。お願いします。では、頑張ってくれたまえ。ペンネーム、アータンの先。不思議系人気漫画家、トドロキ先生の足一号兼、微妙なツッコミ役のキリュウと言います。ふと気がついたら、星込みキャラの中で僕の存在感が薄いことが心をチクリと刺す悩みだったりします。また、違った悩みとしては、その、最近先生の足二号になったあの子のことが、なんだか気になって気になって、僕としたことが知らないうちについつい目で追いかけてしまうんです。時には、ちょっとかっこつけて
先輩らしくできる男な姿をさりげなくアピール。なのにどうして君は気づいてくれないんだ。僕がサブキャラだからなのか、影が薄いから。目立とうと時々ちょこちょこ画面の端から様子を覗いたりしてたよ。なのに僕の扱いひどくないですか。僕にもっと出番を。わかった、こんな感じだろ。ありがとうございました。ありがとうございました。では早速編集部に持ち帰って社内で最終検討してみる。ご苦労だった。それでは私はこれで失礼する。さようなら。